アクセスの朝倉大輔です。高見ひろゆきです。さあというわけでですね、はい、僕たちアクセスは今年、デビュー30周年イヤーね。ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで無事に30周年を迎えました、はい、そしてですね、そんな30周年イヤーの、うん、最初はですね、この間ツアーしましたね、はい、はい、アクセスエレクトリックナイト2022というツアーを4月から、うん、まあ、6月までやってきたんですが、はい、皆さんの協力のおかげでですね、はい、本当にスケジュール通りに、ね、きちんと滞りなく完遂できた。無事に完走しました。皆さんの目のおかげです。本当に重ね重ねありがとうございます。本当これはね、うん、感謝ですよ ね。とはいえ、まあ、去年やったエレクトリックナイトはね、あの席がこう離れて、はい、ね、まあ、やったんですけど、うん、今年は結構ぎっしりと、まあ、なかなか歌うところまではいけませんでしたけどもね、うん、はい、そんな感じで、はい、盛り上がれたのが良かったなと思います、うん、はい、そして30周年のアクセスの音も楽しんでもらえたでしょうかね。なんかほらやっぱり僕らもさ、なんかある意味本当にいい意味でまた原点に戻りながら、うん、新鮮な気持ちで取り組めたということで、なんかもう言いようの知れない、もう感動のしまくりっていうかさ、改めてアクセス素晴らしいって僕自身が感じちゃいましたね。素晴らしい表現。素晴らしいね。皆さん本当に応援の声でありがとうございます。本当にでですね、はい、そんな、ツアーをやってきたんですが、うん、なんとですね、はい、5月1日の東京トヨスピットでやった時、うん、カメラいっぱい入ってたじゃないですか。入ってたね。ね、はいはいはい。なんとですね、はい、あれ、あそこで、うん、あそこで撮影した、はい、はい、ライブの映像を、はい、みんなで一緒に見ようと。イエーイ。やっと言えたね。はい。で、今日は、その日にちのお知らせです。はい、7月の9日、うん、はい、土曜日、7月の9日土曜日、夕方、ね、5時、17時から、はい、ニコニコ生放送で、有料放送。ですよ、はい、それはそうでしょうね。はい、じゃタイトルの方。アクセス 30th Anniversary Electric Night 2022 Preview in Summer Vacation! ねえ、これあの時の興奮がまたみんなと一緒に楽しめるというか、まあ、もちろんね、残念ながら来れなかった人も、そう。お金を払っていただければ見れます。ね、ね、まあ、そこは、ね、あると思うので、はい、あの、オンラインでね、安心して見れますから。そうですよ。ね、もう、十分その代わりね、楽しめる、はい、もう映像になってると思うんで、はい、皆さん。内容の方もですね、うん、もちろんライブは、はい、ノーカット。ほっと、ほっと、ほっと。あんなことやこんなこと。あの、新しい曲も流れちゃうんですね。あ、流れますね。ノーカットです。いいですね。はい、いいじゃないですか、はい、いいじゃないですか。そしてですね、はい、僕らもですね、うん、なんか今のところ予定なんですけど、ちょっとこう夏のバケーションな感じで、はい、そうだね、そう、楽しみだね。だって7月9日ですよ、うん、夏真っ盛りだよ。まずは虫除け買いに行かないと。本当だ、夏ファッションでじゃあ、はい、ちょっとね、夏のバケーション感覚で、うん、はい、出演して、うん、はい、一緒にね、バイバイしよう、盛り上がりましょう、はい、うん、いう感じです。はい、はい、そして、うん、視聴チケットの購入方法とかは、うん、詳しくはアクセスとオフィシャルホームページを見てください。はい、そしてですね、まあこれ夏なんですけれども、うん、僕らね、はい、あのデビューは結構秋冬ですから、はい、はい、その辺もやっぱ一緒に音楽で過ごせたらいいなと。もうもうこれは30周年もありますし、そこは必ずね、はい、必ずしや、はい、お会いできることを願っております。っていうか言っちゃいましょう、はい、秋にお会いしましょう。、はい、イエーイ、はい、詳しくはあのツイッターとかハニコンとかでいろいろ情報が出ていくと思うんで、はい、はい、皆さんね、またお会いしましょう。楽しみにしてください。じゃとりあえずは、うん、7月の9日開けといてください、はい、待ってまーす。